いやいや、昨日の雨はすごかったけど、ここまで水がたまるのか。で、こっちには思ったほどたまらないんだね。こっちにたまって、こう流れていって、あっち行くんだ。ああ、これ抜けるまで結構、まずこっちからゆっくり進んでいくからいいか。サンタです。開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。いやーいい雨だった。だけど建築現場はネチョネチョなんでね、しばらく土が乾くまでは作業をお預けかなっていう感じですね。サンタのところで雨上がりは草刈りかね。梅の木の、近くに来てます。今年の梅は、多少なってるか。結構実が大きくなってるね。いいね。悪くないね。でもこう、枝が折れてたり、例年より、この木は少ないかな。1、2、3、4、5、6、7本あるかな、梅の木が。8本かな。やっぱ例年こう波があってね、基本的にはほったらかしな感じなんですけど、なかなかねぱっと見で分かんないけど、粒はなかなか大きいし、いい感じと言っていいんじゃないでしょうかね。まず草刈りしますか。さあ、梅の木の周り草刈りしました。下の木は割といいんだけど、上の方にある木は結構枯れて、この雨でだいぶマシになるかもしれないけど、こう渇水というか、上は水分が少ないからあれだね、枯れてきてるね。来シーズンこう木の成長がどうなっていくか。こっちの斜面もあれだね、一進一退だね。また雨降ってきた。